フランシス・チャーチ・サンタクロースは実在するのかは、1897年9月21日、かつて存在したアメリカ合衆国の新聞、ザサンに掲載された写説である。新聞社に投票した8歳の少女からの質問に答える形で、同社の記者であるフランシス・チャーチが写説を書いた。日本では1977年に、改正者より、 サンタクロースっているんでしょうかとして初版が出てから2016年には119冊に達した。役者の中村太鼓は忘れがたい一冊の一つとしている。バージニアを反論が3紙に送った手紙新聞に掲載された社説掲載に至った経緯は当時8歳のバージニアを反論がニューヨークさん編集部にサンタクロースはいるのですかという内容の手紙を送ったことから始まる。 手紙の概要は、彼女が、サンタクロースはいるのかどうかについて、友達と意見を交わした際、サンタクロースはいないという者がいるので結論が知りたく、父親の勧めで新聞社、ニューヨークさんに手紙を出したというものである。これに対して、ニューヨークさんの論説委員であった、フランシス・チャーチは、写説欄に返事を書くように頼まれ、一日で手紙についての写説を書き上げた。イスゼア。 エーサンタクロースという題名で当初してくれたことに対するお礼とバージニアン反論からの手紙の内容を載せた後にバージニア、You ト r フ little friends are long の書き出しで始まり特に有名なイエス、バージニア、ゼアイズ、エーサンタクロースの一節を含む目に見えるものしか信じない悲しさと目に見えないものの確かさ、不変さ、そして それを信じることの素晴らしさを説いたものであった。この文章が掲載されたのは1897年9月21日付のエディトリアル、つまり社説誌による多数のコメントの一つとしてであった。扱いとしてはページの中で左から3列目、上から7番目の項目である。その後、読者からニューヨークさんに数年経っても再掲の要請が繰り返されたため、 ニューヨークさんはついに再建に応じた。1920年代になると、ニューヨークさんは毎年クリスマスに再建するようになった。その後、この話は掲載されてから100年以上を経た今でも、クリスマスが近づくと世界中で語り継がれるものとなっている。ニューヨークさんには、この手紙の現物が保管されている。編集者様私は8歳です。 私の何人かの友達はサンタクロースはいないと言います。パパは三新聞が言うことならその通りだと言います。どうか私に本当のことを教えてくださいサンタクロースはいるのでしょうか。バージニアン反論115西95番街。ありがとうございます。